谷川俊太郎は、日本の詩人、翻訳家、絵本作家、脚本家、東京府出身。現在の東京都立豊玉高等学校を卒業。愛称は、谷俊。哲学者で、法政大学総長の谷川哲三を、父、衆議院議員の長田桃蔵の娘である滝子を、母として、東京府豊玉郡杉並町に生まれ育つ。 元愛知県常波市長の庭瀬健太郎はいとこ。1938年、東京市立杉並第二尋常小学校に入学。1944年、東京都立豊田町学校に入学。1945年5月の山の手空襲を体験した。またこの年、京都福瀬郡淀町に疎開。京都府立桃山中学校に転学。 1946年、杉並の自宅に戻り、豊玉中学校に復学。1948年から試作及び発表を始める。1950年には、父の知人であった、三好達治の紹介によって、文学界に、ネロほか五編が掲載される。1952年には、諸女集、二十億光年の孤独を刊行する。間もなく、試作と並行して、 歌の作詞、脚本やエッセイの執筆、評論活動などを行うようになる。また、石原慎太郎、江藤厚志、大江健三郎、寺山修司、浅利慶太、永六介、眉積俊郎、福田義行ら若手文化人らと、若い日本の会を結成し、60年安保に反対した。1962年に、かつか、水木金土日の歌で第4回日本レコード。 大賞作詞賞を受賞した。1964年からは映画制作に、1965年からは絵本の世界に進出した。映画においては、自ら市川根監督の弟子と称して、もっぱら同監督の作品の脚本を手掛けた。1973年のまた旅などは特に評価が高い。1978年の火の鳥も映画自体は、 遊びが過ぎて酷評されたものの、脚本は手塚治虫による原作に忠実で、詩人としての本領を発揮した有効な作品である。1967年には初の役所となる足長おじさんを出版。翻訳の分野では、スイミー、ピーナッツ、マザー・グースの歌など2007年現在までにおよそ50種類の著作を手掛けている。 2007年現在までに出版した詩集、詩選集は80冊以上に及ぶ。子供が読んで楽しめるようなものから実験的なものまで幅広い作風を特徴としている。谷川の詩は英語、フランス語、ドイツ語、スロバキア語、デンマーク語、中国語、モンゴル語などに訳されており、世界中に読者を持っている。2010年、公式ツイッターを開始。 詩人を制御とすることを自負し、日本ビジュアル著作権協会の会員として、著作権擁護に熱心に取り組んでいる。2007年には気学園とサピックスに対して、受験教材に勝手に作品を掲載され著作権を侵害されたと主張して、なだいなだほか25名とともに、東京地裁に出版差し止め訴訟を起こした。一方で、 死というのは書いた以上他人のものといい、自分の死を規定に死を連ねていくプロジェクトも喜んでおり、死を本来は金銭とは馴染まずしかし、必要最低限の著作権によって、死人としてお金を稼いでいきたいと考えているようである。これまで三度結婚しており、岸田恵里子は最初の大久保智子は二人目の、佐野陽子は三人目の妻であった。また、 大久保との間に生まれた息子の谷川健作は音楽家であり、不死によるコンサートを数多く行っている。1日一食を実践し、夜はセブンイレブンの玄米ご飯のレトルトパックを中心とした食事をする毎日。詩はノート型のマックで今や書斎で書く。ピーナッツの翻訳作業について、谷川は一度引退宣言をするなど、あまり好きではなかったものの、 右翼曲折を経て1967年から2020年までの長期にわたり全作品の訳を手がけた。谷川は約50年もの間翻訳に携わってきたことについて嫌だって言いながら途中から他の人の訳を見ると何か腹立たしくなったり俺もやらなきゃなんて思ったり最後は自分のものであってほしいなんて取られそうな気がしてだから 個人全集みたいになるのが申し訳ないし、途中で嫌になったりしているのに、いいのかなって思いながら、今度の全集が嬉しいんですよ。僕はと語っている。また谷川にとって、登場キャラクターは、身内のような存在になったという。原作者のチャールズ・エム・シュルツについては、手塚治虫のような漫画家をイメージしていたため、対面時の印象について、全然、漫画家のイメージじゃないんですよ。 僕の彼に対する第一印象は哲学者だったという。2017年、個人のファンにより札幌市に谷川公認の春カフェがオープン。詩人なんて呼ばれて年表に記載されたほか、谷川俊太郎店の年表最後にも記載される。1982年には芸術戦勝文部大臣賞に選ばれたが辞退し、国家からの報奨は受けていない。映画テレビドラマその他、 谷川の作詞は数百曲に及び日本語のお稽古、誰も知らない歌の本、一人一人すっくと立ってなどに収められている。谷川の詩に曲をつけた歌曲、合唱曲、フォークソングなども数多く列挙していけばキリがないのでここでは歌のための作詞に限定する。外部リンクも参照。私立札幌改正中東教育学校の校歌を作詞。 テレビラジオ、映画のための歌同様その他の読書曲、合唱曲効果、社迦など幼稚園小学校、中学校高等学校大学企業等より、詳細なリストについては、田原編著、谷川俊太郎四選集、第三巻の巻末、谷川俊太郎著書目録が参考になる。ありがとうございます。